ライタのサニースマイルズ。全員揃えば愉快な仲間、さんさん照らす太陽の下で、みんな一緒に明るいサニースマイルズ。みんな一緒に明るいサニースマイルズ。はい、始まりました。サニースマイルズの時間がやってまいりました。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、人数が非常に多いんですけども、はい、元気よく明るく進めていきたいと思います。はい、はい、この番組の MC をやっております私、はい、こちらライタースターキーと申します。普段は、まあ、シンガーソングライターとあと MC などやっているものなんですけども、よろしくお願いいたします。はい、はい、さてですね、この番組の場合、まあ、初めてご覧になってる、なる方もいらっしゃるかと思います。まあ、簡単に説明していきたいと思うんですけども、乃木坂のサンズスタジオというところから生放送でお届けしております。で、ユーストリーム系の番組なんですけども、双方向型、まあ、チャットで、対話をしながら番組を進めていくという番組なので、はい、ご意見があったりとかですね、何か言いたいことがあれば、ぜひぜひ我々を、いじっちゃってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、さてですね、まあ、ちょっと今回は人数がご覧のように多いんですけども、レギュラーで出ていただいていた山本くん、マー君こと、ね、はい、山本雅也くんがちょっと3ヶ月ほど、まあ、仕事の事情で、お休みをいただくことになりまして、新たにちょっとメンバーを募りまして、これだけのたくさんのメンバーが揃いましたので、はい、ぜひ、はい、元気よく、はい、放送していきたいと思います。はい、それでは一人ずつ自己紹介していただきたいと思います。はい、名前とですね、やってる目指してジャンル、それからブログの紹介などなど番組の意気込みなどなど、語ってください。ではもういつもの、はい、ようにレギュラーメンバーで、はい、はい、関根レナです。アメブロやってます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、一応アメブロのタイトルも押して、はい、言っちゃってください。目指せ動物王国、ファミリーの成長日記です。どうですか最近動物王国は動物王国ですね。一応元気にやっております。やってますか。はい、暑さでバテてないですか。なんとか夏バテしてないですか動物は。クーラーちょっとつけてるんで。部屋で、まあ、部屋で飼ってるんですよね。そうですね。大丈夫ですか動物クーラーとかで。あ、全然大丈夫です。犬は結構好きなんで、ただ猫はちょっと自然風の方が好きなんで、暗いところに隠れたりとか日陰に隠れてなんかいろいろやってます。なるほど。なんでこんなところに隠れてあまり快適ではないってことですね。家では快適ではないってことですね。猫はあまり好きじゃないみたいな。なるほど、はい、一言で、はい、はい、ありました。まあ、はい、さあ、そして残りのこの3人なんですけども、はい、ユーストリーム系初めてなので、はい、まあ、かなり緊張しておりますけども、でも自己紹介を、はいはいはい、やっていただきたい。さあ、ではこちらの女の子から、はい、では自己紹介、はい、じゃあ、はい、名前はエリナです。はい、と声優目指しています。あ、声優さんなんですね。はい、はい、とフェイスブックやっているのでよろしくお願いします。あ、ブログじゃなくてフェイスブックをやってる。はい、どうですかフェイスブック。一番嬉しかったのが、うん、誕生日の時に、うん、あれ友達になった、知らったとフェイスブックで知らった友達と、うん、みんなになんか誕生日おめでとうみたいな感じで言われたのが、嬉しいよねそれは。嬉しかったです。うん、うん、ね、僕はちなみにフェイスブックはやってブログでちょっと手一杯のものがあって、なかなかそこまではちょっと手が回らないっていうところもあるんですけどね。どうですか、やってる人は他にいます？フェイスブック。います。フェイスブックはやってないですよね。やってないですよね。レナさんが、ね、パスワード入力して、ね、したはいいんですけど、ね、パスワードを忘れてしまって。あ、僕もそう。パスワード忘れてやりがちですよ。統一しないんですか、いろんなそのあれとパスワードって。統一しないんですか。いろいろありますよね、そういった。統一できないんですか。できない。できないですよ。A 文字入れなきゃいけないところとか結構あるんですけど、アメリカの、ね、海外のあれですかね、確かね、うん、アメリカの、アメリカのね、そう、方が発明したいものですね。はい、
ということで、はい、いやおしゃべりな方がいらっしゃいますけどね。ではすいません、あの目立ちたがり屋で本当に元気なんですけどね、はい、元気なの結構です、はいはいはい、あ皆さん、はい、初めまして、はい、初めまして、名前はですね黒木武彦と言います。あ、濁るんですね。黒木木ですね。黒木さん、はい、黒木さんだと思った。黒、あ、どちらでもいいです。いいですか。はい。いや、黒木さんって呼ぶ、はい、出身がですね、宮崎なんですけど、宮崎にこの名字すごく多いんですね。あ、ギーが使うのですか。いや、なまってるかなまってないかの差なんですよ。どっちでもいいんですよ。あ、結論から言うと。そうなの。全国の黒木さん、どっちでもいいと思ってるんじゃないかなと、あんまり。そんなことないじゃん。すいません、全国の黒木さんね。そんなこと勝手なこと言って、すいません、本当に。なんですけど、まあ、黒木あります。まあ、ちなみにロッテのジョニーとかね。もう宮崎出身だったりするんですけどね。はい、黒木投手ですね。そうです、黒木。はい、いや、野手ですけど。え、あ、野手野手で投手でしたっけ、野手。ピッチャーじゃなかったですか。ピッチャーでしたっけ。あのジョニー黒木さんですね。ピッチャーですよ。すみません、ロッテファンさん。すみません、野球大好きなんですけど。申し訳ありません。野球、本当大好きです。野球好きなんですけど、すみません。はい。で、そうですね。で、役者やらさせてもらってます。吉祥寺の、劇団会というところの、まあ、塾生なんですけど、はい、そこであの舞台をやらさせていただいております。あで、あの MC とかも、まあ、ちょこちょこやらさせてもらったり、うん、慣れてるなと思った。お仕事もちょこちょこっとやらさせてもらったりさせていただいてます、はいはい、まだまだ見習いの役者ですけども、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみにブログとかはやってます？やっておりません。やってない、はい、あ、そうですか。ブログはちょっとやってなくて、はい、9月からやろうかなと思いまして。あ、9月から。9月から。9月からって。ここで公言します。ここ公言します。あ、9月、あの、これ言いましたからね。公言します。9月に、もう後輩に言ってるんですね。後輩たちに言ってるんですけど、はい、9月にブログを始めて、1日2回更新を目指します。1日2回更新、最低1回、はい、うん、で, 必ずできなかったら、できなかったらマネージャーにご飯をおごる。その日マネージャーですか。僕たちじゃないな。ほら、じゃあライトさんにはじゃあなんか縁があったら、はい、縁があったら。面白い人が来ました、ね、面白いかな、はい、いや、はい、これだけあの これだけね、話し上手の人っていうのはね、なかなかいないですよ。あ、そうですか。東京ドッカンって僕、ちょっと金曜日にやってる番組があるんですけどもね、そちらでもね、話の下手のやつと上手なやつがはっきりいるんですよ。そうですか、ね、そうですか。滑舌の悪い人とかね。でも滑舌いいじゃないですか、やっぱ訳す、まあ、声優はね、滑舌良くないとね、やっぱり、はい、ですね、それ。何言ってるのって言われた瞬間に、うん、もう終わりですね。あーとか言われると終わりですよ。確かにね。なんてって言われたらもう終わりです。確かに、はい、うん、はい、という、はい、黒木です、はい、よろしくお願いします。これ竹彦見ますね。はい、竹彦さん、ね、はい、竹彦です、はい、はい。さあ、そしてもう一人、はい、はい、元気っ子が、はい、元気っ子です、はい、はい、紹介してください。はい、平野健介と申します。はい、役者をローマ字で書いてます。ローマ字でやっております。はい、はい、はい、役者をやっております。やっております。役者が2人揃ってるわけですね。お願いします、はい、でですね、はい、劇団に入っておりまして。あ、やっぱり劇団に入っておりまして、はい、劇団といいますか、コントユニットなんですけども、はい、はい、なんでしょう。順風、これ男子、順風女子って書いてあるんですけど、まあ、順風男女と言われておりますが、はいはい、これは劇団の名前なんですか。そうですね、ユニット名ですよ。ユニット名、はい、やっております。はい、はい、主に中野で活動しているんですけれども、はい、こちらの方に、下の方に URL もちらっと書いてありますのでね。あ、これは、はい、アメブロなんで、アメブロでございます、ね、もしくは、まあ、順風男女で検索していただきたいなと思います。はい、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というこの5人のメンバーで今回は番組を進めていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。お願いします。お願いします。さて、視聴者の方が今1人1名いらっしゃってます。矢野0430さん、矢野さんですね。矢野さんかな。はい、こんにちは。こんにちは。はい、頑張ります。意見があったらぜひ書き込みをよろしくお願いします。我々をぜひいじっちゃってください。はい、お願いします。はい、はい、それでは早速最初のコーナーに行きたいと思います、はい、最初は、時事サロンのコーナーなんですけども、新聞雑誌の記事をいろいろと紹介してトークをしていくという、そういうコーナーなんですけども、今回はですね、まあ、今ねオリンピック、ロンドンオリンピックが、ね、今日ね、今日でね、さあもう感動のね、はい、スポーツ新聞を初めて、はい、この番組で紹介したいと思います。こちらです、日刊スポーツなんですけども、女子バレー銅メダル日本28年ぶりに銅メダルっていうことなんですけどね、はい、でちょっと記事そのまま読みますね、バレーボール女子の3位決定戦が11日、アースコートセンターで行われ、日本は25対22
26対24、うん、25対21のストレートで韓国に勝ち、銅メダルに輝いたということなんですけどもね、日本のメダルは84年のロサンゼルスオリンピックで銅メダルを獲得して以来28年ぶりの女子バレーの銅メダル。すごいな。はい。で、日本はブラジル戦で不調だった二枚看板の一人、江端幸子を先発から外し、迫田沙織を起用して、その迫田選手がチーム最多の23得点を挙げて采配を取り、チーム一丸となってメダルを獲得した。28年ぶり。あれですよ、28年前は東洋の魔女ですよ、ね、違いましたっけ。いや違いますよあれあれそれは東京オリンピックです。そうでした。あ、そうかそうか。でもよく東洋の魔女知ってますね。うちの母がバレー結構好きなんですよ。あ、バレーボール。バレーボールが。ママさんバレーとかそういうのやってた。やってたの分からないですけどね、うん、そこまでは。でも、うん、バレーは結構、はい、なるほどなるほど、好きだったんですよね。なるほど。東京オリンピックか、ずいぶん前ですね。東京オリンピックでしょ、はい、ちなみに、ね、ここには書いてないかな。まあいいですね。いや、メダル、過去のですね、獲得したメダル、バレーボール獲得したメダル、はい、別の新聞でちょっと見たんですね、はい、そしたら、その東京オリンピックが一番、女子バレーボールが採用された最初の年で、いきなり金メダルを取った。その後メダルが4大会連続で取ってたんですけども、うん、その後ずっとそのロサンゼルスの先、ね、28年ぶり、それ以降ずっと敗退敗退、メダルを逃し続け、でようやく28年ぶりに今回銅メダル、韓国を勝って、宿敵の韓国ですからね。そうですね、韓国、しかも激戦ですよね、3-0とはいえ、本当に、はい、すごいですね。で女子の方は頑張ったんですけど、こちらもう一気にこちらの方、男子サッカーですね、これも3位決定戦で、こっちの方が残念ながら敗れてしまいました、はい、男子サッカーアンダー23ですね、はい、これも日本対韓国で 2対0で残念ながら韓国に負けて敗れてしまって、メダル、これは44年前、メキシコ五輪、メキシコ大会、うん、以来のメダルがかかってたんですけど、結局逃してしまいました。はい、40年というブランク長いですよ。だって大会、我々みんな生まれてないわけですよ。そうですね、生まれてないですね、はいはい、親の世代ってことになるのかな。そうですね、だよね、うん、はあ、ね、惜しかったな、まあね、残念です。最初スペインね、勝った時にはあ、これいけるかな、ぶっちゃけもう金いけんじゃないかなとか、やっぱ国民の皆さん思ったと思うんですよね、うん、で確か準決勝のメキシコ戦で最初先制したんです。先制したんですけどね、先制したんだけども、その後逆転、ちょっとね、まあね、勝負っていうのは何があるか分からないなって、はい、勝負事っていうのは勝負事、本当に最後まで、はい、厳しいです、分からないということ、まあ頑張った選手の皆さんを称えてあげたいなっていう、はい、どっちかっていうとね、まあそういうことですよね、はい、はいということでですね、今回は、まあ、ロンドンオリンピック、まあ、あと残りは陸上と、あとは男子マラソンが残っていますね。今日、はい、今日ですね、今日ですね、はい、それで全ての競技終了で、あとは閉会式ということで、うん、あともう、もうあっという間になんか開会式があって、あっという間に終わっちゃったなという感じが、ね、はい、しますけどもね、はい、最後までね、日本の選手たちを応援、ね、していきたいというふうに思っております。はい、はい、さあ、それでは今回の特集メインテーマに参りたいと思います。はい、はい、今回はですね、この番組始まって以来のディスカッションをやりたいと思います。で、どういったテーマでディスカッションをやるかと言いますと、ちょっと字が汚くて申し訳ないんですがこれね、マジックでマジック汚いというや見えますかね、これ皆さん見えるかな、はい、こういうテーマだよ、話見えない何が何だ、なんだこれっていう感じで、しか見えない、手抜きです、手抜きね、ボードで書いとくべきでしたよ、ね、はい、男と女どっちが得か、まあ、これは強盗で言った方が良かったかもしれませんけどねというテーマでですね、投稿していきたいというふうに思います。はい、で、今回はですね、もうすでに席が分かれています。男の方が得だと思う人がうち、はい、後ろに一人いますね、はい、そうですよ、はい、で女の方が得だっていうのが前のこの3名 で、はい、僕が一応
議事進行っていう形で進めていきたいと思います。そうですね、殴り合いになった時は一人視聴者の方、佐藤まあ GKF1 さんかな、消えちゃったかな。はい、まあいや、それでですね、はい、今回は、男派女派に分かれてですね、いろいろなテーマでディスカッション、まあトークバトルをしていこう。で最終的には、メイン MC の私ライタースターキー、それと、今視聴者ご覧になっている方の、まあ、書き込みとかですね、それで決めていこうかなというふうに思っております。はい、それではですね、一応分かりやすくこれ誰が作るの、女派っていう形、じゃあ男派っていう形で、派っていうか個人ですけどね、個人、はい、派って言っても個人したった一人かいない、はい、一応こういうふうに分かれております。はい、それでいきなりトークしろって言っても何もできないと思うので、うんうん、はい、ここに4つ、まあ、カードって言いますか、トークテーマでですね、まあ、カードを用意しました。ここに裏にですね、キーワードって言いますか、トークテーマが書かれております。はい、これに従ってトークを意見をぶつけていただきたいというふうに思います。よろしいですか。はい、はい、ではですね、誰に言ってもらうか、ではこうシャープにしてですね、誰に引きたい人いる？じゃあね、ここはレナさん行く？やっぱりね、リグ僕見た。そしてレナさん行きますか。なぜ僕私を見る？はい、ではレナさん、はい、じゃあどうなの？はい。1枚引いてください。はい、4つあります。4枚ありますから、はい、4つ、はい、どれにしようかな、どれにしようかな、はい、これですね、はい、はい、最初のテーマはこれです、はい、じゃーん、芸能音楽、あ、はい、芸能に関して、男が得か女が得かっていうのをトークしていただきたいというふうに思います。はい、さてまずもうこれはもう積極的に喋った方の有利ですからね、うんうん、はい、はい、まず芸能音楽に関してさ、意見のある人、言いたいことがある人、芸能音楽、芸能ですか、音楽、芸能、はい、でいきなりいいの弾きましたね、レナさん。だいぶ、やっぱ、ま、毎回思うのが、うん、芸能、私してないんですけど、うん、ブログ皆さん書かれてますよね、うん、芸能人で書かれてるじゃないですか、うん、ますね、で自分も芸能人のブログとか拝見され、うん、見させてもらうこととかもあるんですけど、うん、まあ、やっぱ女性の方がヒット率多いかなって、うん、なるほどね、思うんですよね。だなんでそのブログに踏み込めなかった理由っていうのが、やっぱり女の子の方がやっぱヒット率が上がるから、男ってどうあんまりそうヒット率とか稼げないんじゃないかなっていうところやっぱ考えるところがあって、うん、ある意味そこは女性の方が有利なんじゃないかなって思うことはありますね。なるほどね、結構こう写真とか載っけてるだけでもアクセス数が上がったりとか、女性の武器が確かにね、なるほど、はい、羨ましいなって思うこと何度もあります。それはね、ありますね、あります。自分男なんですけど羨ましいなっていう感じなんですよ。女の方が得っていう意味では、はい、はい、どうですか、女性かな、かのみちゃんの方、女の方が得だっていう意見されてる。さっきも言ったように多分、まあ、ブログとかで多分そういうのがあったなって、うんうん、あとは関係ないんですけど、音楽で歌うと時は、うん、まあ、高い方がいいのかなって、あ、声ね、声ね、声、うん、確かにね、うん、とか、芸能、はい、芸能、そうですね、かなり不利な立場になっちゃって、不利な上に全然思い浮かんでこないむしろ男だからこっちの意見すごく知りたいんですよ。そうそう、あ、そうかって思うとすごく心楽になるんですよ。芸能で僕注目して聞きましょう。芸能いいですか、いいですか、僕も男は羨む、その知りたい、逆に芸能、なんでしょうね、古典芸能とかは、うん、やっぱ主軸は僕は男性だと思うんですね、うん、うん、あー、なるほどね、だから結構なんか長続きしたり、うん、なんでしょうね、やっぱ保護されてたりとか、そういう落語とか、うん、まあ、あとは能狂言ですけども、うん、っていうのはですね、やっぱりその男性社会っていうのはまだ根強く残ってるので、うん、まあ女性が優位なところもありますけれども、僕は男派かなと思いますよ、うん、はい、男派かなと、はい、確かに歌舞伎とかね、そうですね、あ、そうですね、一応まだこう男を立てるみたいなのが、そうですね、じゃあありますね、女人禁制っていうところがありますよね、うん、そうですね、そうですね、
はい、まあ、そういう世界においてはということなんですね。そういう世界いや、でも嬉しいですよ。僕がここに座ってるのは女性羨ましいなっていう気持ちで座ってるんで、ここに女派っていうのは羨ましい、それだけが出てくる、はい、さあ、ペンダさんはどうですか。あ、私ですか、はい、まあ、男役をやる劇団があるってことですかね。ああでもあれ女派でしょ、女派でしょ、そうです、女が男役をできる、ああ、はい、そういう宝塚みたいな、宝塚がある、うん、あ、そうかそうか、でも男も女方やりますよね。ありますね、ありますね、すごく綺麗な感じで、うん、メイク落とすとおじちゃんだったり、そうです、梅沢富美男、そうそうそう、すごい綺麗な、うん、あでやかな人がいます、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 うん、メイク落とす別人のようなそういう方いらっしゃいますからね。そうですよね、うん、うん、自分も遠いちょっとあの師匠であんまりつながりないんですけど、はい、あの舞を日舞やられてる方がいてですね、この劇団関係でですね、まあ、直接教わってはないんですけど、その方もあの女性 の役とかをやったりするんですけど、本当に綺麗で、でもやっぱりこう化粧を取ると、まあ、それもかっこいいんですけど、ダンディーなんですけど師匠ですからね、師匠ですからで男性の方ですごい方いらっしゃって、ただ言っても声優って一方通行なんですよね基本、なので男の子役を女の子がやることは全然あるけど、その逆ってあんまりないかなって、うん、そういう意味では女性は幅が広いかなっていうのは羨ましいですよね。いろいろできるっていうのは羨ましいな、うん、うん、と思います。はい、さあ男はどうですか。そうですね、ちょっと立場上は苦しくなったかな。そうですね、芸能に関してなんですけども、うん、なんだろうな、思うのはですね、そのなんだろう、女性って女性をなかなか捨てられないなって僕思うんです。男は結構男をポロッと捨てていけるような気がするんですけど、うん、結構捨て身でいけるんじゃないかと僕は思って、結構あのコントをやってますので、その笑いとかに関してもそうなんですけど、なかなか女性だけのコントユニットとかっても実際少ないって言われておりましてですね、確かに、あの女性だけの笑いっていうのが結構あの何でしょうね、あんまりまあ得意であるというふうに言われておりましてですね、何でしょうね、そういう何でしょうね、まあ僕はコントやってるっていうのもあるんですけど、こう捨てていくしがらみから解き放たれるみたいなのはやっぱり男の方がそのパワーがあるんじゃないかなと思いますね、はい、あ、なるほどね、うん、なんかそうですね、はい、あ、一人ちょっと、視聴者の方が、おま、あ、ケイちゃん入っておきたいですね、恥ずかしい、まあ、あと、まあ、今のは、まあ、芸能の話と、まあ、音楽の話が出てきましたけどもね、ちょっと、まあ、僕は、まあ、音楽やっておるので、まあ、ちょっと意見を言わせてもらうと、うん、男性の、ソロの歌手、女性シンガーの方が圧倒的に今多いなっていうのが印象ですね、はい、女性のソロ、はい、男性でソロっていうのはほとんど J-POP では聞かないですよ、ね、最近ないですよね、グループになっちゃいますよ ね、 そうですね、ジャニーズとか、はい、みんなグループじゃないですか、嵐とか SMAP とか、ね、みんな TOKIO とかみんなグループじゃないですか、はい、全部ジャニーズですね。全部ジャニーズ。はい、はい、みんなグループでやってるっていう印象がありますね。やっぱ男性ってなんグループで活動したがるんですかね。これがわからないよ、ね。ブレター要はブレターがなんて言うんでしょうね。三本の矢じゃないですけど、一人より三人の方がやっぱエネルギーが増えるからやっぱ三人みんなでやりたがるんじゃないですかね。協力できるからじゃない。協力できる、協力し合ってできるから、うんうん、多分、うん、あまり一人では出ないと思う、うん、そうなるほどね、はい、まあなんかこういうね、あの芸能と音楽の話でちょっと即してやってみましたが、じゃあちょっとテーマを変えましょうかね、はい、はいはい、じゃあ次のテーマに行きたいと思います。さあ残り3枚であります。ちょっとじゃあさっき今レナーさん聞いたから、はい、今度は、はい、ではどうしようかな。じゃあ男性で、じゃあ男性で、男性派なんでいきましょうか。はいはいはい、はい、出ました、はいはい、家庭、家庭、家庭、家族、はい、家族、家庭、まあ家族含めちゃってもいいです、はい、まあ、例えば子育てとか、はい、まあ、育児関係とかですね、はい、そういった面で話を進めていきたいと思うんですけども、はい、まあ、教育が絡んでも、まあ、OK にしましょう、はい、さあ家庭ですか、うん、家庭における男と女の男、うん、徳か、
得かってことですもんね。そうですね、得か、どっちが得か、どっちが得か、はい、まあ子供を産める分女性の方がいいのかなっていう、うんうん、命作れる、うん、まあそれはね、っていうのは、それはありますね、男から見れば女性の素晴らしい武器だとは、うん、武器というかそのなんて言うんでしょうね、うん、ものだとは思いますけどね、うん、自分はそうですね、なんだろう、僕そこはすごくあれですね、共感できまして、ね、その確かにその子供作れるっていうのはすごくわかるんですけど、はい、なんでしょうね、その子供作れるとやっぱり子供になっちゃう、その視線、うん、視点がというか、なるほど、フォーカスが全部子供に、僕もすごい子供好きなので、うん、あの多分子供できたらもう子供のことしか考えないだろうなって思うんですよ、うん、なので、うんうん、多分男ってどっか自分自身が多分子供でいれるんじゃないかなと思うんですよ、家庭の中でね。それはわかります、そう思うんですよ、それはわかります、そう思いませんか、それはいやと思いませんか、確定です、思いませんか、わかります、そう思うんで、だ僕は男でいたいなと思うんですよ、そういう意味でね、その家庭の中で、その子供も好きなんですけど、どっか自分の好きなことをやっていたい、やっていたい人間なので、うん、はい、男です、男派です僕は、そうでもつまり、はい、おさあ女派のどうですか意見は、反応はありませんか、あんまり女性から帰ってこない、女性から帰ってこないここのなでしこジャパンはちょっと、このなでしこジャパン頑張ってください、本当に頑張ってください、本当に、はい、さあどうでしょう、あ、レナさんが、お、じゃあ、はい、どうぞどうぞ、専業主婦になれるし、はい、うん、得だと思います。そういう意味じゃね。まあまあ確かに。それはあのね、外に出なくていいってことですよね。結構ね。でも専業主婦は専業主婦大変じゃないですかね。まあ俺、まあ、私女派ですけど。うん、いろいろやらないといけないし。うん、どうですかね。ユースの意見聞いてみましょうか。そうそうそう、はい、ユースの意見を。若い。10代、はい、若いの。なんだろう。簡単に言うと料理がうまくできる。あ、なんかイメージで言うと。男性はあまり上手くないっていう。なるほど。いや、いやでも上手い人もいるよ。うん、でも少ないじゃないですか。うん、少ないじゃないですか、その数は。あ、絶対できるよ、まあ。イメージですやっぱり。イメージか。貴重な意見ですよ、ね、ね、まあ、中学生だったけど、ね、イメージがやっぱそういうね、やっぱり。女性はお母さんはやっぱり料理を作るっていうイメージが。そうですね。自分もそうですよね、やっぱり。中学生がそう思ってるってことはまだそうなんですね。そうですよ、やっぱり。うん。他にやりますか、家庭、そう、家庭な、そうですね、積極的に行った方が、はい、有利に立ちますよ、これはテーマがね、難しい、そう、ちょっとね、深い、さっきのね、さっきの芸能の話よりね、ちょっと家庭が深いなっていう感じ、熱が入ってしまいますね、はい、はい、まあ、子供に愛着が湧きやすいのかな、距離が縮まるのが、お母さんの方が縮まるのかなと思いますけどね、あと、うん、はい、うん、そうか、でも言っても大黒柱はね、お父さんですよ、お父さんですよ、ね、だから子供が小さい時は、はい、まだね、ちっちゃい時はお母さんだけど、それ大きくなってくるとやっぱりお父さんありがとうってなるのかなって、うん、それこそ高校生とか、あれそうじゃないですか、あら、ならないですか、ならないですか、あんまりあの女の人って男性結構好きじゃないっていうか、男の、うん、父さんが好きじゃないですか、うん、あ、よく、そうですね、特にうちらの世代はそうだったみたいですけどね最近の若い子はどうか、どうな、最近どう、お父さん好きですか、父さん、いや、いないんですよ、あ、お父さんいない、踏み込んでしまったぞ、やばい、なるほど、なるほど、なるほど、なんでもないんだよ、踏み込んでしまった、今のはできない、あ、ちなみにどうでもいいですけど、僕も父親いないんですよ、僕も父親いないんですよ、あれ、本当の話、みんな女性チームは、これ本当の話で、父さんがいない、父親いません、父親いません、私は、でも今考えると、うん、一番いい思い出とかもお父さんにあるから、うん、お父さんもなんかいい、どうなんだろう、うん、あ、いい思い出もあるよ、うん、でその分なんか好きな人とかできるとすごいうるさいじゃないですか、うん、でその分では女性の方がいいかなって思います、うん、女性の方が分かってもらえる、ね、協力してくれるみたいなことだ、うんうん、確かに、あ、そっかそっかだね、はい、さあ、さあ、あとは、あとはそうだな、まだ家庭いきますか、まだ行きましょう、まだ引っ張りますか、まだ行きましょう、身近な話ですからね、まあまあそうですね、難しいけども身近な話ですね、家庭で女性がの方がいいなと思ったこと、うん、家庭ね、難しい
じゃあちょっとまあ、家庭というかまあ、まあ、教育とかさそういう話ちょっと教育絡んでもいいんですよ。教育はい、なるほど、うん、まあ、まあ教育っていうのもまあ家庭内で、まあ、しつけとかね、うん、はい、うん、別にお父さんってことじゃなくてもいいですよね。息子娘娘じゃない。まあそれでもいいでしょう。まあ男と女。はい。まあ男で、ね、家庭内でもいいですね。はい。そうかそうか。うん、ね。今難しいんですよ皆さんこれ本当に。これはちょっと意外とね簡単そうで簡単そうで難しいんですよ。でねここに座ると本当に出てこなくなりますね。これね見てる皆さん簡単だと思うでしょ。ここに座ると本当に難しいんですよこれ本当に。よしじゃあもうこれは終わりにしましょう。でも何かあったんですか、ライタさんなんか教育結構引っ張ってましたけど教育で何かあるんですか、思いつくのが女性の方が得だな男性の方が得だなって。やっぱりさっきもね黒木さんが話してたけどもその産む産まないの話、あ、はい、うん、やっぱこれは申し訳ないけど女性の方が決める権利があるかなというのは、そうですよね、そうですよね、どうしてもやっぱり、うん、それは女性に権限があるかなっていうのは自分の個人的な意見ですからね、ありますね、うん、そんな感じでしたね。はい、では続いてのテーマ、はい、残り2つあります、はいはい、どっちか、じゃあ2枚、ではもう今度はね、はるみちゃんに、はい、わー、どれ、どっちか、右か左か、でもこれ見えちゃってる、見えちゃってる、じゃあこっちね、はい、じゃあ見えちゃってるようなんで、はい、スポーツですね、まあ、先ほどちょっとね、オリンピックの話が出ましたけど、はい、はい、スポーツに関しての話いきたいと思います。それは男がね、はい、記録的にはね、うん、まあ、速さとか高さとか深さとかの話ですけど、うん、まあ、やっぱ男の方が圧倒的にいいというか、うん、いい記録なんじゃないでしょうか、うん、まあ、数値が全体的に高く出るってことですよね。そうですね、いいのがね、うん、はい、うん、まあ、男性と女性がもしガチであればそれはね、まあ、それは勝ってしまいますけど、圧倒的に、はい、体力的に女性の方が男性より戻ってるのはこれはまあ、うん、仕方がない、仕方がないことだ。それはそうですね、はい、確かにありますね。だけど男にしかできないスポーツ、相撲とかね、まあ、でも女性でも相撲、女性相撲ってなる、でも土俵に上がれないんですよね、でも女性って、ね、上がれませんね、上がれないんですよ、上がれません、上がれないです、ルール上、ルール上っていうか、ルール上っていうか土俵の上にですね、やっぱり女人禁制のところがあって、あ、例えば表彰式とかは上がるのはみんな男性で女性は上がることはダメ、許されない、なんかもう決まってるんですね昔からね、決まってます、はい、あとそうですね、男ができる、まあ、男中心のスポーツといったら、まあ、その今の話した、まあ、相撲とかと ね、はい、武道は比較的柔道とか、まあ、女子柔道というのもありますけどもね、確かに、はい、武道とかそういう柔道相撲とかそういう日本の、まあ、国技とかですね、はい、そういうのは比較的男性の方が多いっていうイメージはありますね、うん、はい、ちょっと今フォローしたから、ありがとうございます、はい、さあどうだ、さあどうだ、女性派はスポーツで女性の方が、はい、やっぱり芸能界とかやってると思うのが、うん、女の子ってアスリートの女性って、うん、やっぱ活躍するとやっぱり取り上げられる時間が長いように感じる、テレビとか見てて、うん、男性に比べて、例えば、ね、名前出しちゃったらあれかもしれない、ゴルフとかでも、うん、ね、ちょっとこう可愛らしい女の子とかが出てくると、うん、もうそういう子だけがゲストに引っ張られてバラエティー出させてもらったりとか、もちろん男性でもあると思うんですけど、なんか女性の方が目立つかなって個人的には思ってますね、うん、スポーツ選手はね、選手はなんかタレント化してますよね最近も、日本のスポーツ選手って、だからなんかそういうのがあるかなって個人的には、うん、なるほど、うん、なんかね、テレビのね CM とかも結構女性の人、うん、そうですね、スポーツ選手、そうですね、うん、確かに、どうですか、はい、あ、うん、さっき中学生が話しますよ。はい、さっきも言ったんですけど、スポーツって大体男性じゃないですか、うん、でもその分女性が例えばなでしこジャパンみたいになったら、うん、それの方がちょっと目立つから、うん、
頑張れば、ね、私も男性より有名になれる、うんうんね、さっき の, あのバレーボールにしろ、ね、女性が頑張ったし、うん、なでしこの 銀メダル、うんね、ああ決勝まで行きました、ね、女性頑張りましたよね、本当オリンピック本当女性頑張った女性、今回金メダル今ロンドンオリンピックで今回日本の選手5個取ってますけど、そのうちの4つが女性ですよ ね, すよね、うん、レスリングの吉田選手とか、ね、体操のうちあの男性はあの体操の内村航平選手一人だけですから。いや、ボクシングは。あ、ボクシング。昨日ボクシングで一人だ。6個ですね、今。6個になりましたか、うん。ボクシングが金メダル取ったんで。はいはい、じゃあ、2人ですね。女性頑張りましたね、今回。うん、女性が頑張って、うん。男性も頑張ったんですけどね、ちょっと。大事なところで負けちゃうんですよ。ちょっとね、まあ、あのね、やっぱ勝負っていうのは、はい。なるほど、ね。だから僕の親父が言ってたんですよ。男は根性ねえなーって。ああ、でもね、それも。それはね、正直僕も思いました。はい。男ながらにね、情けないなと本当に、はい、はあ、なるほど、ちょっと悪いことやばいなと僕もよく根性ないなって言われる方なので。あ、そうですか、はい、そうですよ、うん、なのでね、うん、女性は強いなっていうのはありますよ。完全にグーの音も出なくなってしまってる。いやでも本当に平野さんの意見は僕すごい参考になりたいと思うんですよ、うん、こっち、はい、僕ずっと女性いいなと思ってこっち来てるんで、その意見すごく知りたい、逆に知りたいですよね。あ、男、そうですね、スポーツ、うん、まあ記録に関してはやっぱ男がね、うん、いいと思いますし、うん、だ今後もおそらくその世界シーンを出していくのは男なんでしょうねっていうふうに思います、うん、その何に関しても、うん、だ要するにその、まあ、その人という区切りで見た時に成長してるんだぞっていうのに貢献してるのは男です。なるほどね。成長に貢献してる男、人類くくりです。人類くくりでそう、すごいなんかワイドな本当かよですけどね、ワイドな。さあ、女性派の意見はどうですか。どうですか。さあ、どうだ。記録を出してるのは確かに、うんうん、ただなんていうのかな、体が軽い分女性って、ただ体操とかポンって飛ぶようなやつってどうなんですかね、うん、男性の方が飛ぶんですかね、ああいうのって、とか跳躍とか、なんか女性の方が飛ぶのかな。体操はやったことないんで、そんな、うん、詳しいそこまでは分からないんだけども、どうだろう、でも女性の方が体の柔らかさは女性の方が柔らかいんじゃないかな、新体操を見てても。昨日たまたまちょっと見てた、まあ、それはそう言いますね、あれです、ロシアのなんとか選手でちょっと名前忘れたんだけどすごいと思ったもん。これは勝てない、これはもうすごい、人間離れしてるんでしょ、うん、あれ自分体硬いんで、確かに女性って劇団の中でも本当に柔らかい人、みんな女性なんですよね、うらやましいなと思って、それは硬い、硬いです、僕も硬い、硬い、ガチガチでございます、ガチガチです本当に、ガチガチ、もうなんていうのかな、どれぐらいかな、もうニッケル並みに硬いです。じゃあ、例えばよく体育の授業なんかで、体力測定で、なんだっけ、前屈とか、あの上体反らしっていうのはこういうやつなんか足かのかあれはどう？ダメですね。立位対前屈、立位対前屈はもうマイナスですね、自分マイナスですね、うん、こっちはでも、まあ、普通かな、上体反らしですか、うんうん、状態ですね。そうですね。僕前日お風呂入った後超頑張りますけどね。翌日に間に合わせっていう。お風呂に入ってみて、それで記録が変わるわけ。変わりますよ。痩せ我慢です。いや、それ初耳なんだけど。初耳。いやぜひぜひ。お風呂入った後に柔軟体操やるのは、うん、効果的。まあ柔らかい時に骨折作るような感じですね。そうだね。まあ血の巡りがいいからかな。やっぱりそうですよ。それで切り抜けてきましたからね。切り抜けてきたんだね。身体測定。あれ何歩か分かったら悪くなんかされるんですか。ないですよね、別に。いや、そんなことない。ないですよね。ただ僕の見栄の問題です。そこに対してプライドは捨ててます。まあ、お酢を飲むといいとかなんかいろいろ言いますけど、あれはなんか嘘らしい、嘘らしいよね。こんにゃく食べると柔らかくなるっていうのはあれ嘘ですか。それも嘘だと思う。そうなの、ね、聞いたことないですよ。そうか、ないですか。聞いたことないです、こんにゃく食べると柔らかくなるって。あ、そうなんだ。こんにゃく柔らかいのは知ってますけど、なんかその話はね、どっかで聞いた。ちょっと男対女にちょっと離れてしまいましたね。体が硬い、体が硬い。
まあ柔らかいのが女性だから女性の方がいいかなっていう結論です、はい、結論としてはまあそうですかじゃあそうなっちゃいますか、あそうですか、負けを認めちゃいますか、まあ、まあ、じゃあいいんじゃないですか別に、うん、柔らかくてもね、うん、柔らかいければいいって話じゃないでしょ別にあなたなんですよ、なるほど、わかりました、はい、はい、じゃあスポーツはこんなぐらいで、はい、終わりにしたいと思います。さあ残り一つ、はい、最後はね、これはちょっと難しいテーマかもしれない。はい、はい、ですか、はい、なんだと思います。はい、これでございます。社会的地位、かなり重要。これはここで喋って大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。ね、大丈夫ですかね、ここで喋って。なければ大丈夫です。大丈夫ですか。方がわからないんですけど。大丈夫か。はい。じゃあ大丈夫だ。大丈夫か。はい、じゃあ大丈夫。やばいところカットができないか。例えばなんですけども、はい。はい、以前なんかは、30年とか僕のね、まあ、僕は33なんですけども、例えば、学校の校長先生の数、はい、うん、はい、がもう圧倒的に男性が多かったです、うん、そうですね、うん、だから今女性の校長先生とかいます、多いでしょ、はい、うん、多いです。だとか男のやっている職業に女性が入ってきているっていう、はい、そういう傾向に今なりつつあるかなっていう、はい、まあ、そういう、まあ、これは今のこの、ね、テーマの例として今挙げたんですけども、はい、さあちょっと難しいテーマになってしまいましたが、社会的地位で女性の方が有利、女性の方が今ちょっと有利かなとは、はい、思ってはよるんですけども、はい、さあそうですね、まあ、声優だけで言ったら、はい、いいですか言って、声優だけで言ったら女性の方が枠席が多いかなって、うん、って思いますね、うんうん、さっきも話しましたけど、だから社会的地位って仕事っていうところを考えれば、まあ職が、まあ、分からないですけどね、でも職が多いのかなって女性の方がって思う、うん、なんかそんなイメージがなんかしますけどね、うんうんうん、ああそうかそうか、うん、どうなんでしょう、でもどうですか、その要はプロデューサーさんですとか、はい、その要は上の人っていうのは女性います？まあ少ないですね、少ないです、少ないです、確かにゼロではないかもしれないけど、うん、少ないです、うん、社会的地位か、うん、難しい、まあ、難しいです、ね、英語で言うとステータス、ステータス言えばいいかな、あそれなら分かるでしょう、はい、昔はね確かに男尊女子っていう言葉がね強かったんで、そういう意味ではもう男性なんでしょうけど圧倒的に、ね、最近はどうなのかな、やっぱそういうのがなくなってきちゃってるっていうのもあるから、うん、そういう意味では女性の悪い部分が悪いっていうか、そのね、そういう部分が全部補われてきちゃってるのかなって、うんうん、なんか僕の感じですけど、うん、僕は、はい、要はフェアになりつつあるっていうのは確かに思います、その出てくると男性も女性もなんですけど、うん、そうそう、ただなんでしょうね、やっぱりまだ男性の方が多いっていうのは事実なんじゃないでしょうかって僕は思いますよね、うんうん、その、はい、まあ、女性がこう今来てるぞっていうのは分かるんですけど、うん、はいはい、なんかですね、なんかで見たんですけど、うん、女性なんかで見たんですけど、なんかで見たんですけど、女性の言葉って上司向きじゃないんですって。へ、その女性言葉は上司向きじゃないんです、ね。例えば、例えば部長が新入社員の、うん、男の、まあ、女性の部長が新入社員、うん、社員の男の人に、うん、どうやって喋るか、うん、その何でしょうね。例えばその、まあ、社員さんが平野くんっていう名前だったとして、うん、はい、平野くんここはこうしなきゃダメよっていうのは、それは上司の言葉ではない、うん、それはお母さん的な言葉であって、うん、かといってじゃあその上司っぽく、おい平野お前これをやっておきなさいっていうのが女性らしい言葉かって言われると、うん、そうじゃない、そうじゃないよね、そうじゃないっていうのがあります。だから女性はもともと日本の男尊女卑っていうその歴史から、女性用の上司言葉、ステータスが男より上っていうのを前提された言葉が今ないんです。うんうん、確かに、はい、すごい喋りましたけど、よく喋ったよく喋ったの、これは、はい、さあ女性派側のどうでしょうか、もうダメじゃない、ん、ただどうなの、例えば普通の職場とかで、うん、さっきその話だったらまあ、ちょっとずれかもしれないんですけど、うん、職場とかで、まあ、働かれてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、なんか女性の方が上司から優しくなんかされてるのかなとかのはありますかね、うん、ちょっと分からないですけど、うん、ある、はい、例えばさ、ね、男だったら平野って言われても、うん、女性だったら平野さんって、うん、さん付けされたりとか、く、うん、とかね、くん付けとかありますね、女性をくんにくん付けたりとか、なんかそういうのがあるの、例えば学校行かれ、ね、行かれてるでしょ、ね、原稿とか女の子にされるのかな、僕らの時代って結構
女の子はやっぱりそういうことあんまされなかったんで、ね、女性の先生の担任の先生で、ね、宿題忘れてきた子がいて、なんか辞書がなんかこう分厚い本あって頭でガーンって見たことある女性が男にそうそうそうそれは大丈夫宿題忘れて宿題、はい、宿題忘れ、はい、3回目っていう感じで。ガツン、マジで。ガツンというか、まあ、軽くだと。軽くですよね。そんなに、もう、バコーンってやっちゃうから、うん、それは体罰になっちゃう。体罰。それは余計問題になっちゃう。そうですね。もう、今はほとんど、ほとんどダメですよ、体罰は。いやあ、そうか、今ダメになったんですか。ほとんどダメ。僕、実はですね、教員免許持ってるんです。あ、僕も、ごめんなさい、僕も持ってます。あ、そうなんですか。一応持ってます。すごい。僕、工業高校なんですけど、先生。はい、工業高校の先生なんだけど、持ってます。僕は英語です。ああそか中高英語を持っています。バイリンガルなんですね、すごいですね。そんなこと僕は全然ですけど。え、バイリンガル全然喋る。バイリンガル。バイリンガル。バイリンガル3人僕日本語少ししか話せません。すいません。あ、僕はね、バイリンガルっていうか、トライリンガル。あ、トライ、マルチリンガル。あ、3つ。3つ。フランス語。おぇフランス語少しで。この、じゃこれでツアー行ったらヨーロッパとアメリカと大体行けますね、これ。大体行けます、これ。ヨーロッパ全部、スペイン語ですよね。スペイン語で。大体行けますね、ヨーロッパ。ちょっと単語はできます。心強いですね。僕何もできないです。あ、視聴者の方がいらっしゃってますね。領域999999かな。あれあれあれ。いらっしゃってますのでね。はい。ありがとうございます。まあ、ただご覧になっていただいているところなので、はい。ぜひありがとうございます。ありがとうございます。はい。話戻してですね、はい、はい、まあちょっと社会的地位、まあ教育の話もちょっと絡んで話になってますけども、うん、やっぱり、うーん、そうだな、一般企業の例えば、まあ社長さんとかでも、はい、うーん、やっぱ女性社長、女性の人が起業、自分で会社を立ち上げてっていうのはだいぶ増えてきているんだけども、うーん、会社の社長で女性社長っていうのは聞かないな、あんま聞かないなっていう、そんな気がする。やっぱ脳みそが断脳じゃないといけないとは僕も本読んでみましたね。少しフォローしたから起業する人はやっぱり女性でも断脳の人、または断脳に変え、男の脳って書いて断脳に変えて、女の体を借りてる男性みたいな、うん、そういうイメージ立てるってなんかの本で見たことはありますけどね。断脳、うん、の人がやっぱ少ないんで、やっぱそういう人って断脳、うん、うん、多い少ないの話じゃなくて、少ないから得だって、得か損かなわけでしょ、うん、そうですね。だから少ないから得かもしれないじゃん、うんうん、価値がある。そうそうそう、今カメラさん、マンさんからのツッコミをいただきました。ツッコミいただきました。数ある番組の中でカメラマンさんからツッコミいただきました。これだけだと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、さあ、ということでこんな具合で、はい、うん、さあ、そろそろちょっとお時間の方も来たので、はいはい、4つのトークテーマ、はい、これで終了という形で、はい、はい、では、勝敗を決めたいとは思うんですが、はい、まあ、僕の、まあ、僕がもう独断でちょっと決めさせていただきたいと思ってますので、ね、お願いします、ぜひ。いや、もう文句ないです。やはりですね、まあ、最近のその時代も、まあ、ちょっと反映してっていうか、やはり女性の方が今、どのジャンル、まあ、先ほどね、この例えば芸能音楽にしろ、それから家庭 の、 その育児の問題にしろとか、まあ、スポーツでもなでしこジャパンとかね、あの女性が活躍したりとか、まあ、まあ、社会的地位に関しても、女性の社会進出っていうのも大きいっていうこともあって、やはり女性の方がやっぱ得なのかなっていうのは、うん、正直思うので、今回は女性側にっていう形で、はい、複雑ですね。ちょっと複雑なんです。男性の複雑ですね。こっちについたとはいえね。複雑ですけどね。あるんですけども、うん、はい。かといって、いや、あんまり睨まれてもないんだけど。やはりね、うん、まあ、かといって、まあ、男性が全くダメっていうわけでもない、ね。もちろん、もちろん、もちろん、もちろんね。全くダメだったら、もうここにいる価値がないです、本当に僕らが。はい。まあ、今回は、まあ、こういう形で、まあ、女性が、うん、まあ、ね、オリンピックでも頑張ってるってこともあって、はい、まあ、女性派側の、まあ、勝ちという形で、はい、はい、今回締めくくりたいと思います。はい。はい。はい、
いかがだったでしょうかね。まあ、こういったトークバトル結構いろいろとね、発言していただいて、はい、なんか有意義な時間だったなというふうに思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それではですね、番組残り10分、足らずなのでですね、では告知タイムに行きたいと思います。はい、もちろんブログの紹介をしていただいてもいいし、名前とか、紹介していただいても、まあ、イベントがあればイベントの話をしていただいてもいいので、はい、はいはい、では誰から行きますか。はい、じゃあ僕から行きます。はい、どうぞ。じゃあ、はい、平野、はい、はい、後半の男科の代表として。はい、どうぞどうぞ。はい、ですね、はい、はい、じゃあ見えるよ。はい、いいですか。はい、ですね、順風壇上、私の所属しています劇なんですけども、はい、順風壇上の公演がですね、12月の14日から、はい、15、16と3日間を予定しております。うん、まだ場所もタイトルも決まってないんですけども、はい、やりますので、はい、詳細はウェブで順風壇上と検索していただければなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。順風壇上、そうですね、男女公演ですね。12月、まだ先、結構先なんですね。はい、はい、先です。じゃあ今、稽古とか準備、稽古中とか、ですね、今はおのおのが牙を磨いているところです。牙を磨いているところですね。まあ準備中ということですね。はい、そういうことです。はい、あとはありますか。あと僕は大丈夫です。大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあそれから他に、じゃあ、はい、あります。はい、すみません。はい、どうぞ。もう僕、私もですね、劇団入らさせてもらってるんですが、はい、まず一つ目これですね。はい、私が入ってます劇団会永田塾の舞台をやります。翔太くんの青空っていう舞台をやります。高橋勲さんという方が書いてる、舞台ですね。結構有名なライターさんが書いてるものをやらさせてもらいます。はいはい、かなり私先です。先ほど12月でもっと先って なってしまうんですが、2013年3月2日、3月3日にですね、吉祥寺の会スタジオというところでやります。劇団会の、劇団会の、持ちスタジオになるんですけど、そちらの方でやります。はい、やらさせてもらいます。まあ、これが一つ舞台の告知です。はい、もう一つ、はい、もう一つ、はい、もう一つ、あとですね、はい、映画と DVD をこの度やらさせてもらうことになりまして、題名がですね、マイファミリーシリーズパパはお姉で何が悪い、何が悪い。はい、ちょっと家庭を、さっきも家庭の話題出ましたけど、うん、家庭をモチーフにした、まあ、コメディですね。コメディ の映画 DVD になってまして、で私ですね、まあ、オカマ役なんですね。先女性のオカマバーの店員役でですね、出させてます。パパじゃないですね。はい、パパじゃないです。パパも実は面白い設定なんですよ、それが。パパはお姉で何が悪いですからね。そうですね、お姉ですから。はい、結構面白いです。ちょっとこれまだ見て不確定事項が多いので、うん、詳しくはまた、また機会があったらまたお呼びいただければ、はい、そこで、また来月来ていただいても結構な。ぜひその時は、はいはい、またその時にも、はいはい、2本やらさせてもらいます。よろしくお願いします。はい、ありました。はい、それから、はい、他にいますか。もう一度ブログの紹介とかしてもいいですよ。はい、じゃあ、はい、さっきも言ったんですけど、はい、Facebook やっていますので、はい、ぜひ友達とかになってくれたらいいなと思います。はい、Facebook で友達を増やしましょう。ね、名前エリナちゃんですよね。はい、はい、ね、あ、そうだ、ね、そう、この番組最年少14歳、年聞いてびっくりしたっていうのはありましたけどね。すごいな、ね、若いですね。若いですね。僕の14歳はね、まあ鼻たれ小僧だったかな。僕の14歳、鼻たれ4歳で鼻たれ小僧ですけどね。14歳あんまいい思い出ないですね。 僕もいい思い出ないんだよ。中学生中学校、いい思い出ない。中学校2年生いや1年 3年生、はい、受験生、受験生だ、まあ、受験生って言われる時期。あ、勉強どう、受験。いやー、全然もうやってるつもりなんですけど、うん、でも高校は行く、行きます、行きます、うん、なるほど、ね、それ生きる、生きます。いや、まあ中にはね、行かずに仕事やる人もいるからね。はい、はい、ね、勉強も頑張って、はい、で友達も Facebook で増やしながら、はい、はい、では我々の、はい、関根玲奈です。
はい、アメブロやってます、はい、とアメブロのタイトルがちょっと長いんですけど、はい、目指せ動物王国ファミリーの成長日記です、はいはい、ペタよろしくお願いします、はい、ペタとかコメントとかね、コメントか、はいね、まあ、ちょっと冒頭でも話しましたけどね、はい、動物ね、王国です、夏バテとかさせないように気をつけないと。本当でも今のところ徐々にちょっと犬の方が太ってきてまして、うん、それは食べ過ぎですか？あ、そういうわけじゃない、もともと食べないんですけど、うん、最近なんか食欲が出てきて嬉しいなっていう、うん、いい体験になってきたんで、うん、ちょっとまあでも夏になるとやっぱり食欲っていうのはなくなるやん、うん、やっぱ食欲とかは、うん、やっぱり食細い、僕なんか食が細い方なんですけども、やっぱりどうしてもなんか食欲あんまなく、暑いからでしょうかね、やっぱなくなるんですよね、うん、まあ冷たいものを、まあ、逆になんか冷たい飲み物とか、うん、ね、そういうものは欲しがる。さっきもこの収録前にガブ飲みしましたからね、僕何だガブ飲み、え、あ、見てました、 あのね、言っちゃっていいんですか、製品名。いや、製品、まあいい。で、ビスター C ってやつ飲みました。よく分かった。だけど。全部飲みました。はい、2本ぐらいでも瓶のやつなんですけど、うん、ここに来る前にコンビニ買ってジュースの中で飲んで、電車の中で飲んで、電車の中で飲んで、電車の中で飲んで、で、ここに来る前の、さっき待ち合わせしてたじゃないですか。うん、もうね、収録前に。うん、その時に、まあ、飲んで、うん、2本飲んで。はい。結構お腹壊さないように気をつけて、そうですよ、そうですよ、それだけは気をつけてください、ね、本当に、はい、最近壊してるんですけどね、はい、もう本当に飲み過ぎとか食べ過ぎには本当に気をつけていただきたいと思いますけどね、はい、でそして、メイン MC やってます私、はい、もう一度紹介したいと思います、はい、ライタースターキーと申します、はい、アメブロをやっていまして、ライタースターキーのオフィシャルブログラ・イズムね、はい、これを、まあ、ヤフーかグーグルの検索で名前入れていただくかですね、これですね、もしくはカタカナでも検索すれば出てくるので、はい、ブログの方、写真の方もですね、実は2年ぶりに新しい写真に変えましたのでね、はい、こちらの方もぜひ、ね、ご覧になってください、よろしくお願いします、はい、では、番組、そろそろ終わりになってまいりましたので、ではエンディングのテーマを、はい、はい、歌ってお別れしたいと思います。本来だと歌詞がね、人の名前が入ってる、多分ね、見てくれたと思うんですけどね、今回はまあちょっとショートバージョンで、はいはい、この1時間でね、いろいろと、ね、発言もあり、ね、スポーツ話もあり、ね、育児的な話、まあ、難しいテーマもちょっと少々ありましたけど、はい、また来月ですね、はい、今度は9月の9日、ね、毎月第2日曜日にこの番組やっておりますので、ぜひ、乃木坂のサンズスタジオ、こちらに、実際に、はい、観覧料をちょっといただく形になるんですけども、生でご覧いただくこともできますし、もちろんチャットにもご参加いただいて書き込みすることもできますので、はい、ぜひぜひ、この番組たくさんご覧になっていただければというふうに思っております、はい、一応ね、番組の宣伝という形で、はいはい、こういう形になっております。 URL はこちらでサニースマイルズと検索していただくても出ますので、はい、よろしくお願いします。では、また来月9月にお会いしましょう。では See you next time. Bye bye. さよなら。